中島敦史作狐月。寝売り部落の尺に付き物がしたという評判である。いろいろなものがこの男に乗り移るのだそうだ。鷹だの狼だのカワウソだのの霊が哀れな尺に乗り移って不思議な言葉を吐かせるということである。後にギリシャ人がステュキア人と呼んだ未開の人種の中でもこの種族は特に一風変わっている。彼らは古城に家を建てて住む。野獣の襲撃を避けるためである。数千本の丸太を湖の浅い部分に打ち込んでその上に板を渡し、そこに彼らの家々は建っている。床のところどころに作られた落とし戸を開け、籠を吊るして彼らは湖の魚を取る。カヌーを操りビーバーやカワウソを捕らえる。麻布の製法を知っていて獣皮とともにこれを身にまとう。馬肉、羊肉、木いちご、菱の実等を食い、馬乳や馬乳酒をたしなむ。メス馬の腹に重骨の管を差し入れ、奴隷にこれを吹かせて乳を滴らせる古来の気法が伝えられている。寝売り部落の尺はこうした古城民の最も平凡な一人であった。尺が変になり始めたのは去年の春、弟のデックが死んで以来のことである。その時は北方から彪悍な遊牧民ウグリ族の一帯が馬上に円月刀を振りかざして疾風のごとくにこの部落を襲うてきた。古城の民は必死になって防いだ。はじめは湖畔に出て侵略者を迎え撃った彼らも名だたる北方草原の騎馬兵に当たりかねて古城の住処に退いた。湖岸との間の橋桁を撤して家々の窓を銃眼に投石機や弓矢で応戦した。カヌーを操るに巧みでない遊牧民は古城の村の殲滅を断念し、湖畔に残された家畜を奪っただけでまた疾風のように北方に帰っていった。後には血に染んだ湖畔の土の上に頭と右手とのない死体ばかりがいくつか残されていた。頭と右手だけは侵略者が切り取って持って帰ってしまった。頭蓋骨はその外側をメッキしてドクロ灰を作るため、右手は爪をつけたまま皮を剥いで手袋とするためである。尺の弟のデックの死体もそうした恥ずかしめを受けて打ち捨てられていた。顔がないので服装と持ち物とによって見分けるの他はないのだが、皮帯の目印とまさかりの飾りとによって紛れもない弟の死体を尋ね出した時、尺はしばらくぼーっとしたままその惨めな姿を眺めていた。その様子がどうも弟の死を悼んでいるのとはどこか違う風に見えたと後でそう言っていたものが、その後間もなく尺は妙な上事を言うようになった。何がこの男に乗り移って奇怪な言葉を吐かせるのか、はじめ近所の人々には分からなかった。言葉つきから判断すればそれは生きながら皮を剥がれた野獣の霊ででもあるように思われる。一同が考えた末、それは蛮人に切り取られた彼の弟デックの右手が喋っているのに違いないという結論に達した。四五日すると尺はまた別の霊の言葉を語り出した。今度はそれが何の霊であるかすぐに分かった。ブーンまずく戦場に倒れた天末から死後虚空の大霊に首筋をつかまれ無限の暗黒の彼方へ投げやられる次第を悲しげに語るのは明らかに弟デックその人と誰もが合点した。尺が弟の死体のそばに呆然と立っていた時、密かにデックの魂が兄の中に忍び入ったのだと人々は考えた。
さて、それまでは彼の最も親しい肉親およびその右手のこととて彼に乗り移るのも不思議はなかったが、その後一時平静に帰った釈が再び上言を吐き始めた時、人々は驚いた。今度はおよそ釈と関係のない動物や人間どもの言葉だったからである。今までにもつきもののした男や女はあったが、こんなに種々雑多なものが一人の人間に乗り移った試しはない。ある時はこの部落の下の湖を泳ぎ回る鯉が釈の口を借りて色くずたちの生活の悲しさと楽しさとを語った。ある時はトーラス山のハヤブサが湖と草原と山並みとまたその向こうの鏡のごとき湖との雄大な眺望について語った。草原のメスオオカミが白けた冬の月の下で飢えに悩みながら一晩中いてた土の上を歩き回る辛さを語ることもある。人々は珍しがって釈の上言を聞きに来た。おかしいのは釈の方でもあるいは釈に宿る霊の方でも多くの聞き手を期待するようになったことである。釈の聴衆は次第に増えていったが、ある時彼らの一人がこんなことを言った。釈の言葉はつきものが喋っているのではないぞ。あれは釈が考えて喋っているのではないかと。なるほど。そういえば普通つきもののした人間はもっと恍惚とした傍我の状態で喋るものである。釈の態度にはあまり狂気じみたところはないし、その話は条理が立ちすぎている。少し変だぞというものが増えてきた。釈自身にしても自分の近頃している事柄の意味を知ってはいない。もちろん普通のいわゆるつきものと違うらしいことは釈も気がついている。しかしなぜ自分はこんな奇妙な仕草をいくつきにもわたって続けてなお生まないのか、自分でもわからぬ上、やはりこれは一種のつきもののせいと考えてもいいのではないかと思っている。はじめは確かに弟の死を悲しみ、その首や手の行方を憤おろしく思い描いているうちについ妙なことを口走ってしまったのだ。これは彼の作為でないと言える。しかしこれが元来空想的な傾向を持つ釈に自己の想像をもって自分以外のものに乗り移ることの面白さを教えた。次第に聴衆が増し、彼らの表情が自分の物語の一致一調につれて、あるいは安堵の、あるいは恐怖の偽りならぬ色を浮かべるのを見るにつけ、この面白さは抑えきれぬものとなった。空想物語の構成は日を追って巧みになる。想像による情景描写はますます精細を加えてくる。自分でも意外なくらいいろいろな場面が鮮やかにかつ微細に想像の中に浮かび上がってくるのである。彼は驚きながら、やはりこれは何かあるつきものが自分についているのだと思わないわけにいかない。ただこうして次から次へとゆえ知らず生み出されてくる言葉どもを後々までも伝えるべき文字という道具があってもいいはずだということに彼は未だ思い当たらない。今自分の演じている役割が後世どんな名前で呼ばれるかということももちろん知るはずはない。釈の物語がどうやら彼の作為らしいと思われだしてからも聴衆は決して減らなかった。かえって彼に向かって次々に新しい話を作ることを求めた。それが釈の作り話だとしても生来凡庸なあの釈にあんな素晴らしい話を作らせるものは確かにつきものに違いないと彼らもまた作者自身と同様の考えをした。つきもののしていない彼らには実際に見もしない事柄についてあんなに詳しく述べることなど思いもよらぬからである。湖畔の岩陰や近くの森のもみの木の下や
あるいはヤギの皮をぶら下げた釈の家の戸口のところなどで、彼らは釈を半円に取り囲んで座りながら彼の話を楽しんだ。北方の山地に住む30人の氷頭の話や、森の夜の怪物の話や、草原の若いお牛の話など、若い者たちが釈の話に聞き惚れて仕事を怠るのを見て、部落の長老連が苦い顔をした。彼らの一人が言った。釈のような男が出たのは不吉の兆しである。もし付き物だとすれば、こんな奇妙な付き物は前代未聞だし、もし付き物でないとすれば、こんな途方もないデタラメを次から次へと思いつく気違いは未だ見たことがない。いずれにしてもこんなやつが飛び出したことは何か自然にもとる不吉なことだと。この長老がたまたま家の印として豹の爪を持つ最も有力な家柄のものだったので、この老人の説は全長老の支持するところとなった。彼らは密かに釈の排斥を企んだ。釈の物語は周囲の人間社会に材料を取ることが次第に多くなった。いつまでも鷹やお牛の話では聴衆が満足しなくなってきたからである。釈は美しく若い男女の物語や吝嗇で嫉妬深い老婆の話や、他人には威張っていても老妻にだけは頭の上がらぬ酋長の話をするようになった。脱毛器のハゲタカのような頭をしているくせに、若い者と美しい娘を張り合って惨めに敗れた老人の話をした時、聴衆がどっと笑った。あまり笑うのでその訳を尋ねると、釈の排斥を発議した例の長老が最近それと同じような惨めな経験をしたという評判だからだと言った。長老はいよいよ腹を立てた。白蛇のような感知を絞って彼は刑を巡らした。最近に妻を寝取られた一人の男がこの企てに加わった。釈が自分に当てこするような話をしたと信じたからである。二人は百方手を尽くして釈が常に部落民としての義務を怠っていることにみんなの注意を向けようとした。釈は釣りをしない、釈は馬の世話をしない、釈は森の木を切らない、カワウソの皮を剥がない。ずっと以前北の山々から鋭い風が鉱毛のような雪片を運んできて以来、誰か釈が村の仕事をするのを見た者があるか。人々はなるほどそうだと思った。実際釈は何もしなかったから。冬ごもりに必要な品々を分け合う時になって、人々は特にはっきりとそれを感じた。最も熱心な釈の聞き手までが。それでも人々は釈の話の面白さに惹かれていたので、働かない釈にも不精不精冬の食物を分け与えた。厚い毛皮の陰に北風を避け、銃粉や枯れ木を燃やした石の炉のそばで馬乳酒をすすりながら、彼らは冬を越す。岸の足が恵み始めると、彼らは再び外へ出て働き出した。釈も野に出たが、何か目の光も鈍くぼけたように見える。人々は彼がもはや物語をしなくなったのに気がついた。強いて話を求めても、以前したことのある話の蒸し返ししかできない。いや、それさえ満足には話せない。言葉つきもすっかり精彩を失ってしまった。人々は言った。釈のつきものが落ちたと。多くの物語を釈に語らせたつきものがもはや明らかに落ちたのである。
きものは落ちたが、以前の勤勉の習慣は戻ってこなかった。働きもせず、さりとて物語をするでもなく、釈は毎日ぼんやり湖を眺めて暮らした。その様子を見るたびに、以前の物語の聞き手たちは、このバカ面の怠け者に、尊い自分たちの冬ごもりの食物を分けてやったことを腹立たしく思い出した。釈に含むところのある長老たちはほくそ笑んだ。部落にとって有害無用と一同から認められた者は、協議の上でこれを処分することができるのである。紅玉の首飾りをつけたひげ深い有力者たちが、よりより相談をした。身内のない釈のために弁じようとする者は一人もない。ちょうど雷雨期がやってきた。彼らは雷鳴を最も忌み恐れる。それは天なる一眼の巨人の怒れる呪いの声である。一度この声が轟くと、彼らは一切の仕事をやめて謹慎し、悪しき気を払わねばならぬ。簡潔な老人は仙北社を牛角杯2個でもって買収し、不吉な釈の存在と最近の頻繁な雷鳴とを結びつけることに成功した。人々は次のように決めた。某日、太陽が古神の真上を過ぎてから西岸のブナの大樹の梢にかかるまでの間に3度以上雷鳴がとどろいたなら、釈は翌日祖先伝来のしきたりに従って処分されるであろう。その日の午後、ある者は4度雷鳴を聞いた、ある者は5度聞いたと言った。次の日の夕方、湖畔の焚き火を囲んで盛んな共演が開かれた。大鍋の中では羊や馬の肉に混じって、哀れな釈の肉もふつふつ煮えていた。食物のあまり豊かでないこの地方の住民にとって、病気で倒れた者のほか、すべての新しい死体は当然食用に供せられるのである。釈の最も熱心な聞き手だった千々烈家の青年が、焚き火に顔をほてらせながら釈の肩の肉を頬張った。例の長老が憎い仇の大腿骨を右手に、骨についた肉をうまそうにしゃぶった。しゃぶり終わってから骨を遠くへ放ると水音がし、骨は湖に沈んでいった。ホメロスと呼ばれたメクラの前鬼ですが、あの美しい歌どもを歌い出すよりずっと以前に、こうして一人の詩人が食われてしまったことを誰も知らない。